春。春は、中国神話に登場する君主。五帝の一人。聖和陽名は十家愚又または、遊愚と称した。子孫は、水のほとりに住み、お生とした。十家により神聖子され、行と並んで、行春と呼ばれて、聖人と崇められた。また、二十四項として数えられている。子孫の子。小、ひとの父。春は、 戦力の六大子孫とされる。母を早くに亡くして、ママ母とレンジと父親と暮らしていたが、父親たちはレンジに後を継がせるために好きあらば、春を殺そうと狙っていた。春はそんな父親に対しても、功を尽くしたので、名声が高まり行の元にも噂が届いた。今日は、春の人格を見極めるために、娘の学校と女への二人を春に降下させた。 春の影響によりこの娘たちも非常に特実となり、また、春の周りには自然と人が集まり、春がいるところは三年で都会になるほどだった。そんな中で春の家族たちは相変わらず春を殺そうとしており、春に屋根の修理を言いつけた後に、下で火を焚いて、春を焼き殺そうとした。春は二つの傘を鳥の羽のようにして逃れた。それでも諦めずに、 井戸さらいを言いつけ、その上から土を放り込んで生き埋めにしようとした。春は横穴を掘って脱出した。このようなことをされていながら春は相変わらず父に、対して、功を尽くしていた。このことで、春が気に入った行は春を投用し、天下を殺傷させた。そうすると朝廷から悪人を追い出して百貫が良く、収まった。それから二十年後、行は春に禅上した。 定位に就いた春は洪水を治めるために、うを採用し、うはこれに成功するなどうまく世の中を治め、その後39年間、定位にあって最後はうに禅上して死去した。なお、春の子孫は襲来に恐れに封ぜられている。南風かという歌を作ったと言われている。陳の陳氏の祖とされ、陳から分かれた伝と子の祖でもある。ちなみに、 白川聖は春はもともと三のことであって、陰の子祖とされていたという説を挙げている。また、春は本来古代中国の農耕神だったという説もある。秋王朝の先祖である紀彩キビは、もともとは本という名前であったが、三角春が彼に耕キビという名を与えた。ありがとうございます。